はい。こんにちは。あー、ときゃーです。本日はですね、先日、まあ、UQ モバイルと、えー、Y モバイルの、まあ、新しいプランが出たんで、それについてちょろちょろっとお話をする、えー、動画を上げましたけども、まあ、そこに続いてですね、先日ですね、えー、10月の30日、 au ですね、kddi の方で、えー、まあ、決算発表がありました。で、その中で、まあ、実際にその社長の高橋さんが、うん、まあ、5G 戦略であったりとか、えー、まあ、その UQ モバイルというサブブラウンドの戦略であったりとか、またはその政府からの要請されている値下げについての、まあ、kddi としての考えっていうのを、 話したというところなんですね。で、ここについてちょっと今回話をしていこうと思ってるんですが、まあ、その先に言っちゃうとですね、au は安くしない。これ見たことかと <laughs>。いうことになりまして、現状ですよ。今のところ au は安くしないという話でした。うん。っていうのも、 あのー、うん、au, KDDI としては、もうこれは俺があれですよ。言ってたことのまんまですけど、UQ で安いプラン出してからっていうのが理由です。うん。まあ、その順序立てて言うと、まあ、そもそも 5G っていうのは au の方で出していきますよというのがまず、これはもう繰り返しになって言われたことです。今後は、 au として出していくスマートフォンは 5G 対応機種、そして 5G のプランを提供していくというところでした。で、UQ モバイルではっていうのだと、今のところ考えていませんっていうところ。そして、MVNO はどうなんのっていうところなんですが、まあすでにですね、IIJ m o が、あの、au の回線を使った 5G サービス、これはね、始めますということになってました。で、まあその他にも、 えー、au 回線を活用した mvno あるんですけども、そちらの方にも、まあ、順々に、まあ、あの、対応していく考えはあるというところなので、あの、mvno では、5G 通信は活用していくことができそうです。ただ、速度はどうなるのかっていうと、まあ、これはもう 4G と同じことが起きるでしょうね。 うん、優先回線っていうのはもちろん、もちろんありますし、まあ本家が一番優先されるっていうことでしょうから、一応その、過去を見てもわかる通り 4G だの、5G だの言われていても、まあ本家のスピードまではいかないというのが通例でしたから、まあ何かしらのそういったようなね、制限を設けてくるのかなっていうふうにちょっと想像してたりします。まあこれはね、 あの、実際にそのサービスがそれで提供されるないと分からないところではありますけど。で、えっと、本体の値下げですよ。ね、その決算発表会の中においても質問は出ていて、それに答えた形ではありますが、相手のこと、要はその協業をしている えー、ところですね。これで言うと、高橋さんの、まあ、文脈で言うとですね、ドコモになるんですけども、まあ、どこのところ、ドコモを見て、それで対応していくことになるけれども、今のところ au の値下げというのは考えていないということです。で、プラスアルファで言うとですね、たとえそれがドコモが本体として、20ギガのまあ安い割安なプランを出してきたとしても、ということです。 はい。っていうのは、やっぱり理由として、UQ モバイルで出してるから。ということと、これによって政府からの要望が達成されているというふうに考えているし、まあ、その、国内外。まあ、国内外っていうか、まあ、基本的に海外か。海外のこの2 0イトのプランを見ても、その価格的に遜色のないものが達成されているというふうに認識しているということなんですよ。 うん、で、まあ、MNP のその手数料関係に関して言えば、無料にする考えはあるということです。はい。でね、ここはやっぱね、ちょっとおかしいでしょ <laughs> おかしいと思いませんあの、まあ、俺は、俺はね、俺自身は別にその、うん、絶対、 値下げしなきゃいけないよっていうふうに思ってるわけでもなくって、俺はもう根本的にそのプラン設計から見直した方がいいんじゃないのっていうふうに思ってるんです。それによって、例えば俺自身が、まあ最近使ってる容量だったりとか、そういうのもある、ありますけど、それを見たときに、例えば 5G を活用して無制限に使いたいですっていう場合は、今まではね、まあその無制限っていう名前も、うん、SM 無制限ですよね。 言葉遊びで無制限になっただけの無制限ですけども、まあそれが真の無制限になり 5G の速度もそれでいけますっていう時に、じゃあそれは1万円ですとか1万2千円ですとかって言われたらそれはそれで別に払いますけどねっていうふうに思ってるんです。だかその代わり、まあ例えばそのメールとか電話だけしかしない人はワンコインで済むとか極端な話ね。その速度で、速度でによって、もう本当のだから利用の仕方によって、 その、料金が分かれるようなものになってれば全然いいと思ってるんだけども。だから、値下げを必ずしもしないきゃいけないわけではないとは思ってるんですが、これやっぱおかしいのは、その最大手のドコモの動きを見て考えるっていうふうに言っちゃってるところですよ。本当だったら、ソフトバンクと KDDI なんていうのは、ドコモに追いつけ追い越せっていうところを、 やっていく、目指していく企業ですよね。だって、順位的に下なんだから。上を目指していこうよってね。上の奴らから客を奪い取ってやろうぜっていう風うに格索しなきゃいけないところですよ。そこが、そこが、どこもの動きを見て考えますって言ってんのは、もうそれおかしいと思うのよ。 これは、こればっかしは政府が言ってるような市場の競争原理っていうのが働いてないよねっていう、それはそうだなっていうところです、うん。だからここにおいてね、まあ楽天っていう第4の企業がっていうところなんですけど、まあ苦しくもまだ育ちきってない部分もありますし、まあその実際問題はその楽天のその強みであるね、 まあその自分たちのそのスマートフォンの価格をまあ何かしらポイント還元自分たちの楽天のサービスを活用したりとかすることによってポイントを差し引くみたいなものとかも現状で全てのキャリアにおいてはその上限金額っていうのは決められちゃってますから楽天にとってはもう安くする、安くして戦うっていうことが一部制限されちゃってるところがありますよね。ここにおいてはだからちょっと楽天かわいそうな部分あるなっていうふうに思うんですが こうなっている以上は、やっぱり、だから政府が言うように、この3社の競争原理をもう正常に働くようにするっていうことが目的でいろいろ言ってるんですから、これ KDDI 側もね、どこもの動きを見て考えるっていうことはちょっとこれおかしいと思うのよ。こればっかりはちょっとおかしいなっていうふうには思いました。まあ、やっぱりね、先日も言ったように、新しい UQ として発表したプランも、 決して安くは別にないですし、だ今までの UQ のライン上にあるものだからね。で、ラインナップ増やしただけに過ぎないので、まあ、UQ でもうちょっと使いたいんだよねって思ってた人にとってはいいものであると思います。だから必ずしも不必要なものではないとは思うんだけども、それでも、なんかその、政府が望んでいたようなものにはなってないよねっていうところだし、なんか我々が普通に見た時にも、 うん、特別安いプランじゃないけどね。それでいいのライトユーザーさんっていう感じのものですよね、うん。ちょっとおかしいなっていう感じはしてるし、な今回の決算発表の中で、まあ高橋さんが言ってることもちょっとおかしいんじゃないのっていうふうに個人的には思ったりしてますね。いや、やっぱり一番引っかかるのはそこですよ。うん。ドコモの動きを見て考えますっていう。 でしかも、直ちにその、例えばドコモが本体として20ギガで割安なプランを、まあ、その言ってきても、直ちにそれに対して対策を講じるってことはないですみたいなことを言ってるんで、なんだろうな、このやっぱり、もちろんね、儲けが減ることになったりするからだと思うんだけど、ぶっちゃけね、これドコモよりもいいプラン、ユーザーにとっていいとされるプランをやれば、 どこもから顧客を奪えるんで、まあその相対的にはね、儲けも増えるんじゃないのうまくいけば。そこを狙っていくべきなんじゃないのっていうふうに思うんですが。まあね、ちょっと目先ですよね。本当に。目先で自分たちの儲けが減ることになるから、自分たちの中の顧客の数で言えばね、数そこだけで考えちゃえば確実に収益が減ることなんで、まあそれは二の足も踏むだろうなっていうところですよ。 うん、だからもう本当に正常なですね、そのき企業競争みたいなものは起きてないことが本当にこれでもう何度目かっていうぐらいの再確認されたところかなというふうには思います。で、まあそうやってやった UQ モバイルもそうですけど、実際に KDDI としてはですね、狙ってるところとしては、その UQ モバイルから AUA まあなんて言うんだろうな、暗替えする。あの、au から uq に行くんじゃなくて、uq から au に行くようにっていうところをやっぱ狙ってるみたいなんだよね。まあもちろんそうだよね。顧客単価があるし、あとはその、まあそうね、顧客単価があるわけだから。うん、狙ってるわけなんですけど、そこも、まあ 5G の魅力を伝えながらっていうところで、まあやっぱりその uq では 5G を活用しない。 えー、でも au では魅力的な 5G のサービスを提供していくっていうところで、まあそれを使わかっていくわけですが、まあそういうふうに見ているところからも、もう au 自体の値下げはないんだろうなというところですかね。で、これが、まあソフトバンクも同じようなことをするのか。うん実際にはソフトバンクモバイルからはね、 ソナさんトップではなくなってますけども、ソフトバンクとしては、一体どういうふうにしていくのか。これ AU と、まあ、KDDI と同じような形で、どこも次第ですね。言うんだったら、これもちょっとがっかりになるしさ。まあ、そのソフトバンクに対してね、その、いい思いをしてる人の方が少ないと思うんですよ。このチャンネルの視聴者層的にはね。うん、だけども、やっぱ一部でね、 あのー、孫んイズムじゃないけど、そこになんかいろいろと、まあ今までのものを打破していく部分ももちろん過去あったわけですから、そういった意味では、まあその、なんだろうな、打破する部分っていうのはちょっと期待もしてる人もいるとは思うんですよ。ソフトバンクユーザーじゃなくともね。ソフトバンクが動いたらさすがに au も動くんじゃないのとか、ね、思ってる人もいると思うんですが、 これどうなんですかねソフトバンクのところの、ちょっとまだ情報をかけてないんだけども。いや、これだからこの三種がね、こうやってくっついてるのは本当に良くないよっていうふうに思いますよ。で、なんかもう、そのインフラで整えて、ね、しっかりやっていくっていうんじゃなくて、うん、なんか、不慣れなサービス業をね、ずっとやっていくっていう感じでしょまあ、どこもに至っても、 i モードでね、一回こうやって成功したわけだから、もうそれをずっと引きずってるじゃないですか。でかといって i モード以上のものをここ何年も別に何もね、おそれはどこもいいねっていうようなサービスも別に <laughs> できてないんだけど。ねえ、ここは本当にちょっと楽天には頑張ってもらいたいなっていうふうには思いますよ。うん、粛々とね、エリアっていうのは、あの、やっぱり広げて整えてもらいつつの、 やっぱりその、三者にとってね、ある程度脅威与えられるようなものにね、成長しつつ、まあそしてそういうこう、まあサービスだったりとか、その内容に関しても、ユーザーが魅力的に思ってしまうようなもの。思わず、え、楽天の方がって思ってしまうようなものに、あの、こう、仕上げてほしいなっていうふうに思いますね。あの、単純にさ、今だと、 料金で言えば安いですよ、楽天もちろんね。29%だからね。5G でも29%だからね。だけどもやっぱり現状だとエリア的なところとか、そのエリア内であってもその質っていうところでね、まだまだその3期キャリアにね、追いつかない部分ではある。だけどもそれがたとえ、あの、追いついたとしても、おそらくすぐになんかその振り向いてもらえるようなものにはならないわけですよ。だからそのとそこに無制限とか、ね、 あの、その他その 5G を活用したサービスですよ。三木谷さんはその 5G のに関しての発表会においてですね、海外のサービスなんかをちらっとちラ見せしたりもしましたけども、あの、おそらく三木谷さん相当海外の 5G サービスっていうのはね、あの、自分自身で触ってると思います。あんな人ですから。うん。だからその中で本当に魅力的に思ってるものとかっていうのは、 もう海外のサービスだろうが、どんどん持ってこれるものは持ってくるような、あの、まあ、努力をしていただきたいし、まあ、もしくはそれに似たようなサービスっていうのをね、日本の中でも作ってもらいたいなっていうふうには思います。それぐらいちょっとね、バンバンちょっと攻めていかないと、なかなか、楽天がね、三者に脅威を与えるようなことにはならないのかなっていうふうには思うんですが。で、 あの、そんなこんなで、11月の5日に、えー、まあ、その、ドコモとしては、発表会を開催します、ということでしたが、ここに来てね、その楽天も4日にですね、えー、まあ、何かしらの発表を行います、というふうに言いましたので、そちらの方もね、ちょっと追っかけていきたいな、というふうには思います。あの、前回の、その、5G の、まあ、その、プラン発表、新プラン発表というところ、 で、えー、楽天ビッグだったり楽天ハンドだったりっていうのをね、新しい2機種を発表しましたが、その時にね、他にも 5G スマートフォンをね、開発してますとか言ってましたよね。そこら辺の追加発表なのか、もしくは別にね、その 5G に関係することなのか、ちょっと今の段階ではわかんないですけども、期待してね、待ちたいなというふうに思います。はい。本当にちょっとね、 この KDDI の決算発表の中での発言っていうのはね、がっかりですよ、うん。上を狙うべきポジションの会社が上の、上にもう忖度してるようなもんでしょ、これ。ねえ、ドコモさんがやんないと、みたいな。<laughs> しかもそれがで出,てたとし出てきたとしても、まあ、ちょっとすぐには対応はしませんね、みたいなさ。<laughs> いや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 。 あんたらもっと上を目指す気はないのかと。どこもから客を奪うくらいの、ね、サービス提供っていうのはしてみる気はないのかと。ちょっと目先のですね、自分たちの収益が減ることにしか目がいってないんじゃないかなっていうふうにね、どうしてもね、思ってしまうなというところです。はい。ということで、えー、まあ今週、ね、またそのどこも楽天発表会ありますから、そちらの方はね、また別途。 ライブ配信なり、動画なりまとめてお話ししようと思います。ということで、また見てな。バイバイ。